京都府宮津市に位置する日本三景の一つ天の橋立。天の橋立海水浴場を拠点に水辺で監視・救助や環境教育などの活動をしているのが天の橋立ライフセービングクラブです。この日は子どもたちに海辺で安全に遊ぶための知識を身につけるジュニアライフセービングプログラムが開催されました。水辺の事故を未然に防ぐことが基本であり、ビーチクリーンなどをしてゴミを拾うことによって怪我を防いだり、今回のようなプログラムをすることで安全について子どもたちに知識を教えてあげることで事故を未然に防いでいます。もし海で何かあったときは118番118番に連絡してください。海上保安庁の巡視艇とかが助けに来てくれます。あ、大変だ、海で溺れている人を発見したらどうしますか？ A、近くまで行って隣で B が近くにいる大人を呼びに行く。 B だと思う人。はい。今回のプログラムには23人の子どもたちが参加しました。みんなちょっと腰まで入って、腰まで入って、首の下とかで、こうでもいいよね。持っていくのが浮きやすいと思います。ライトが来てる人はそのままでいいけど、一回ちょっと浮いてみようと思います。お父さんお母さんも近くで見てあげてください。2リットルの空のペットボトルには2キログラムの浮力があり、体重20キログラムの子供であれば水面に浮くことが可能とされています。子供たちは海でペットボトルをつかみながら浮く感覚を養います。この旗の部分をこうやって持った時に、ライフジャケットが上に上がったら正しく切れてないです。また紐がちゃんと切れない。お父さんお母さん、ここの部分をちょっと上からピッピッピッって引っ張ってあげて、グスグスするようやったらちょっと横なり、また紐をギュッギュッギュッともう一回締め直してください。水辺の事故を未然に防ぐための勉強会っていうのはあまり世間一般的にはやってないし、やっぱり教えてくれる人がいないっていうのが大きいと思うので、ここで一つライフジャケットの正しい着方っていうのも知ってるようで実はできていないっていうのが結構あるので、それを知ってもらうなり、やっぱりこうもしもの時に自分が水に入って助けるってやってしまうんですけど、それって一番やったらいけないことだと思うんで、でそうじゃなくて水に入らずに人を助ける方法ってどんなのがあるかなっていうことを知ることっていうのが大切かなと思うので、今日みたいに、ペットボトルが浮くんだよとか、知識として教えてあげるっていう機会を作りたいっていうのと、やっぱり海って楽しいよねっていうのを知ってもらいたいなと思ったので、本当に楽しいイベントをメインで考えました。海に行く際はライフジャケット持っていくようにしてみてください。ペットボトルの他にもランドセルとかっていうのもね、浮くんですよね。溺れてる人がいたらランドセルを投げてあげるとか、でぜひ頭の片隅に置いておいてください。前が浮くぐらいにライフセービングを学びながら、命の大切さ、そして何より自分の安全は自分で守るという意識が芽生えます。プログラムをすることで、やっぱり海って楽しいよねっていうのを子どもたちに再確認というか、プールとは違うこの自然の良さっていうのを伝えていけたらなとは思っています。海は自然を体験できる最高の宝物です。海のことを知り、海を大切に思う海心が育まれるきっかけになればと願っています。海と日本、海と日本。最後までご覧いただきありがとうございました。 Twitter、Facebook、Instagram、 そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。